今日はパパの青春を再現したい。どういうパパの青春を再現っていう。パパの青春は何ですか？90年代ですね。ビデオゲーム。1990年代です。なんかだいぶ昔のような気がする。今2023年だからね。で、その頃をパパがもう一回やり直したいって言うのよ。別に言ってないよ。なので、カワセイも一緒にパパの青春を経験したいか。バラランとはその当時ありません。その当時は何ですか？マリオ。まあ、スーパーファミコンとかプレイステーションが出てきてたかな、もう。マリオカート。マリオカートはあった。スーパーマリオもあった。でもオンラインで遊ぶとかは全然ないよ。インターネットなかったから。インターネットなかったから。どう遊んでんの？友達が家に来てみんなでやるとかだよね。あ、でもマーマレードボーイとかって絶対1990年代だと思う。全然あった。あれは最高。ポケベル PHS 携帯電話全部やりましたね。わわわ。1年ごとに。いや、わかんないよね。ポケモンはもうちょっと後じゃないかな。世代じゃないんだよね、実は。大学生とかになってたような気がする。うん、もうそういうのはあんまりこう遊ばないような年齢でポケモンが流行り果たしてる。ほら見てよ、今パパがすごい饒舌になってきて昔の思い出を一生懸命話してるでしょ。まず最初にすることは格好からです。おー、ファッション。90年代、2000年代ファッションですよ。おいしょおいしょおいしょ。ほいほい。まずデニム、なんか腰で履くデニムみたいなのがすごい流行ったんだよね。すごいでかいバックルベルトみたいなの。でもごめん、ベルト高かったから買わなかった。高かったから買わなかった。そしてパパごめん、デニムオンデニムになっちゃった。オンデニムになっちゃった。イエーイ。デニムの上着みたいなのも流行ったわけ。そんなの流行ってなくね。そして、まあ、これがあればもう十分です。わかります？これ、これあれだよね、あの江口洋介。そう、あれ。それだよね。今もいるね。ダンディーな俳優さんなんだけど、当時はあんちゃん、お兄ちゃん役で、なんだっけ、これ裏側にして被るの。早く被って。そう、これで一つ屋根の下ができると。あった、これひどいわ。江口、ひどい。江口洋介に失礼じゃないそれ。いやいや、今日のパパはあんちゃんです。そこに愛はあるのかいって。そこに愛はあんのかい。やってたっけ。最悪やこれ。じゃあ次誰行きます？せいちゃんはキムタクを目指してもらおうと思って。うわー、出た、木村拓哉。今もダンディーな俳優さんでいるんだけど、何がダンディー。当時は若者の代表、ファッションの代表。せいちゃんもやっぱデニムなんですけど、やっぱジャラジャラつけてみました。あったあったあった。この人でもね、ちょっと金具がなかったから紐で。あ、でも私の子もその当時七分丈の T シャツが流行ったんだけど、ここら辺までの長さの、まあ、T シャツ売ってないのよ、今七分丈の T シャツ。とりあえずちょっとベースボール T シャツ、普通のこれの七分丈が流行った。そう。そして、あー、大事なもの忘れてた。パパ江口洋介になんなきゃいけないから。パパ江口洋介になんなきゃいけないから。当時、まあ、もちろん江口洋介もそうだったけど、キムタクもそうだったけど、ロン毛がしてたんだよね、パパ。してない、してない。みんながしてたわけじゃないけど、かなりみんなチャレンジしてた。ほとんど似合わないんだけど。はい、スーちゃん、キムタクロングヘアで。最悪。ちょっと投げないで。そして次、カホちゃんはアムラーに挑戦してもらおうと思います。アムラーのアミエさんです。まず、厚底ブーツですね。あー、あった。おっぱ。本当はね、マットなタイプが良かったんだけど、売ってなくって、厚底の黒のマットなやつ。これ、危なくね。それで踊って歌ってた。あのなみえちゃん。今。顔が。はぁ。
本当はね、バーバリーのチェックのスカートなんですけど、見たら10万円ぐらいするのよ。いやそれなんで、カホがもともと持ってるザラのチェックのスカートで。そして黒のニット。まあ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 、一番なんか、カホは全然なんか、いや、これ問題あるでしょ。ちょっと待って、せー、江口洋介、今日に会う。Meanwhile、 はい、着替えが途中まで完了しましたよ。パパ、江口洋介さんにしか見えないよ。いや、これ絶対違うよ。こんなんじゃなかったと思うんだけど。コンストラクターコンストラクター、ペインターとか。せーも実は問題があって、ちょっとせー立ってみしてくれる。おー、でもズボンがパッツンパッツンなの。すごい、かっこいいね。すごい。カオちゃんはちょっと今からブーツを履きますよ。ちなみに下にスパッツ履いてるんで、スカートの下。やば、立てんのかも、これで。うおぉ、うおぉ、うおぉ、背高っ。なんかです、背高い、わかるでしょ。背高っ、え、ま、てかもうママよりこっちに開けんの。あ、いい、アムロちゃんはそれとか踊ってたよ、踊ってみて。ちょっとパパお手本見せてあげて、どんな踊りだったか。歌いながら、そうそう。やってた。はい、歌いながらどうぞ。ダンシングダンダンシングダンダダ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 。そしたらパパとせーちゃんはやっぱカツラをね、ダメだよ、そりゃそうだよ。お、似合う、パパ見て、カホ。いいじゃん、ラーメン屋。ここに江口洋介が誕生しますよ。パパごめん、江口洋介じゃなくて高八郎さんになっちゃったよ。高八郎さん。かぶれてないぞ。木村拓哉がいるここに。あ、せいがもう、かゆさんにやられた。見て、いや、本当だ、やば、うわ、やば。あ、せいも取っちゃった。ちなみにパパがやってるのはこれ。見せて。なんかパパの方が増えてない。そりゃそれはないもん。すごい、もうね、頭熱いよ、汗かいてる。ちょっと気分たくになる。この格好は木村拓哉さんなんじゃない。そうだろう。え、木村拓哉さんは、あー、これこれこれですよ、これ。あ、違う、かっこいい。横顔がやべえ。俺見てないの。あ、見たい？キムタクかパパか。はい、どうぞ。ちょっと。アムロナミエちゃん見せたい。この時。そうだ、顔、眉毛細くしないと。アムロちゃんはもうすごい眉毛を細くするんだよね。そう、これがね、結婚会見の時の。いや、これ結構好きだったな。顔がちっちゃい、ね。そう。格好ができたところで。ちょっと動画入っていいですか。いや、もうちょっと青野奈美恵さんに夢中になってる。あ、パパはキムタクで行くの。ちょっともうでもね、限界、暑い。ダメ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 、せいはいいけど、せいはいいけど。いや、ちょっとおかしいよ。よし、じゃあパパの青春を振り返っていきましょうか。ママたちの時代で言うとポケベルが流行ったんですけど。ポケベルって今ってさ、スマートフォンから LINE とかでメッセージ打つじゃない。はい。当時ってそんなものはなくって、ポケットベルっていうこんな四角い箱に番号を送れるっていう。それで、それがなんていうメッセージかを。助けて助けて、救
を教えて。九九教えて。電話して。バカわかんないの。これすぐわかるよ。ちなみにママは一番最初のポケベルも文字が打てたんだよね。俺も打てた。ってことはママたちより少し前ってこと。俺もわかんない。はい、九が何個ありますか。九三。あ、サンキュー。あー。これはチュゼロ。あー、わかった。ハローじゃない。ハローです。どうやってヘロー。860でハローですね。ですね。0833。うはささ。ゼロは？ベソロ。お？おは。おはよう。おは。おや。おやすみ。おやすみ。正解！早うちやりましたよね。10円で終わらせなきゃいけないから、先生には意味が分かんないよね。公衆電話って言って、スーパーマンが着替える電話あるか。分かんないけど。で、10円入れたら何十秒か通話できるって言ってる。コインを入れて、電話。で、10円で全部のメッセージを打ちたいわけ。だから、学校に置いてある公衆電話に列がね、みんなポケベルのメッセージを打ちた。最後難しいのいきますよ。いいよいいよピオネロック1は英語のあれにも見えますよね。 I I love you。日本語で言うと愛してる。愛し十が手、天だから手、グーです。はぁ、こうやって恋人とメッセージを送り合ってたわけですよ。今なんてカホちゃんたちテムレインでビーにこの動画面白かった見てピーみたいなさ。言葉もやりたいですか。言葉は、ね、やりたい、やりたい。いいよ。MK5 ってマック。これはママにしかわかんないと思う。マックに行こう。マックゴー。マイマイクラゴー。広瀬涼子さんがマジで恋する5秒前って言ったを出したの覚えてます。出したの覚えてます。顔が題名だけで笑っちゃった。で要はこう何か突然起こるみたいなことを MK5 みたいな。全然わかるつら。チョベリバは？それはわかりますよ。そりゃベリバ。チョベリバわかんないの？ちょっとちょっとちょっとおのれ。それってチョベリバだわ。マスト？あなたチョベリバだわ。マスト？わかんないの？君はチョベリバ。超ベリーバット。超ベリーバット。日本って名前つけるの本当ダサいよ。ダサいよ。ダサいよ。はい、食べ物いきましょうかね。当時大ブームしたナタデココです。ナタデココ、ね、ちなみに1990年代といえばナタデココかティラミス。ティラミスはもう普段から食べてるんで、今回はナタデココを用意させていただきましたよ。ナタデコ、あ、ちょっと開けにくかったんでママ開けてきた。パパなんで髪の毛外してんの。これ限界。なんでせっかく木村拓哉さんがパパだったのに。頭の回路さがちょっと限界ですよこれ。流行ったよね、ナタデココドリンクとかヨーグルトとかさ。どこにでもあった、懐かしい。一口で食べなよ。懐かしい。美味しいでしょ。チェックグミ。なんかでもフルーツなんだよ。そう。栄養ある。繊維がいっぱいで、腸の調子が良くなるはずですね。そしたらさつまいも食べればいいじゃんか。次はこちら。え？マヨネーズ。ガーってやるの。なんだ。そう、マヨチュッチュっていうのが流行ったんだよ。流行ったんだよ。流行ったんだよ。ああ、いいわね。マヨラーっていう言葉。香取慎吾さんっていうアイドルがいたんだけど、うどんにも。その人がマヨネーズが大好きで、何にでもマヨネーズをかけてそれでチュッチュする。マヨチュッチュっていうのが流行ったっていうのは。うどんにも。でもうどんにもつけるのかな。ノー。
マヨネーズつけるものいろいろ用意しましたよ。No, this is this. 一番最初、砂。ちょっと待って。シェイ食べてるやつやね。おい。スナック菓子にマヨネーズをつける。例えばカキピーとかおかきとかポテチとか。はい。これは別に食べれそうです。みんなにつけてあげて。キュッとこう上に。分かってねえな。ちょっと一回ずつやるぞ。俺がちょっと一回お手本を見せるよ。俺も半分マヨラーみたいなとこあるから。そうだね、パパ唐揚げもマヨネーズだし、結構大事。ハンバーグもマヨ醤油だし。だしそう。はい、オッケー。いや、全然マヨラーだしょ。マヨラー。えぇ、ー、終わった。何でカロリー取るんよ。大抵でもこのぐらいはいい。行くよ。おー。おいしかった。じゃじゃじゃちょっとせいどうすかマヨネーズ。どうすかマヨネーズ。全然おいしいよ。マヨネーズの味しかしない。それがいいんだよ。ちょっとしかかけてないじゃん。マヨネーズになれないよ、マヨラーに。ちなみに当時さ、ラーってつけるのが流行ったね。それこうアムラー、シノラー、マヨラー。次はマヨネーズがけ人気のやついきます。焼きそばかカレー。ちなみに焼きそばはもう当たり前のようにマヨネーズかけるようになっちゃったんで、カレーを用意しました。私やりたい。あいよ、じゃあお好み焼きみたいな。まあそうだね。おお、いいね。もっともっともっと。いいね、いいね。オッケーオッケー。ラスプーン、ラスプーン。マヨネーズとカレーは結構合う。ちょっと太るの。あるある。マヨネーズのところ食べてよ。カレーの味しかしない。カレーの味しかしない。もうちょっとかけるけど。もうちょっとかけよう。俺だったらやっぱこのぐらいちょっとかけて、そのここをこうやってこう。マヨネーズが中心だ。マヨネーズが中心。なんでパパ自分の身じゃあ、じゃあ、カバにもやってあげて。一口一口食べる。ちゃーちゃーちゃー。マヨネーズが一番上だよ。うるさいな。ちなみにカバちゃんマヨネーズがあんまり好きじゃないんだよね。全部好きじゃない。うまいっしょ。どう戦ってる、ブレンドしてる。でもカレーしか悪くないかも。ほら、ほんとそうなの。カレーはね、合うの。こうでもすごい濃くなる。濃くなる。おいしい。いけ。ほっぺりと。うまいっしょ。次、これママが当時流行ってた時に売ってたやつですね。マヨネーズです。マヨネーズです。マヨネーズです。え、マヨネーズです。どういう意味。違う違う。納豆納豆納豆マヨネーズも流行ったんだって。ちょっとほら、ちょっとシチュー。ちょっとやりたくないな。結構美味しい。あんまりね、納豆の方が勝つような。そしてやっぱマイルドになるっていうか、コクが足されるみたいな。え、これもマヨネーズだけで食べる。違う違う、タレとマヨネーズ。これも入れてるんだ。あー。で、ママがあーって混ぜて。This is the best sauce in the world。今タレを入れたんで、マヨ入れますよ。ほら。どうせ混ぜるんで。OK!じゃ混ぜます。うわ、すごいね、デリシャスなと。ちょっと口の周りにあなたマヨが、口の周りにあなたマヨが。ちょっと入れてきて。じゃあ混ぜます。わー、いけそうな気がする。もうちょっと足していいか。ネバネバが増えるんだよね。あ、え？はい。普通の納豆よりネバネバが増えたと思わない？なんかそんな感じがする。広いです。いきますよ。はい。せーの。なんか意外に。うん。
意外に変わんないっていうか、うん、変わんないですよ、うん、でも可能性はすごい上がってるんだけど油っぽい。まあ確かに油っぽくなるな。後味が油なノーマルの方が覚えるからじゃあちょっと上級コースいきますよ。え上級コースはシェはマヨネーズ使うしかフルーツにマヨネーズです。ちょ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 せあるのメロンこれこれあるこういう食べ方、うん、なんかフルーツにマヨネーズは上級マヨラーだって書いてあったよ。ちょっと興味あるけどな。やだ上級マヨラーいきますよ。せーの、ねねえねえマヨのとこ食べてないじゃん。どうすかパパ、うん、甘みが増すね。あーしょっぱいのが増して塩をかけてるような。なるほど油 もそのままでいいと思う。そのままでいいと思う。そのままでいいと思う。エザコイ1990年代といえばトレンディードラマが流行った全盛期ですね。カンチーとかちょっと古くない俺は小学生流行ったドラマがいっぱいあるんでそれを再現してもらいたいと。何からいきます。じゃあ一つ屋根の下ワンから。うん、なんかいいことあったのかい。そこに愛があるのかい。そこに愛があるのかい。そこに愛があるのかい。なんちゃってかじゃあそこに愛はあるのか。そういうキャラなのアニメ。あ、そうそう、キャラを見たい。キャラオとはちょっと違うんだけど、なんか熱い人みたいな。熱い家族愛を。I'm so confused。 でも髪の毛つけた方がいいんじゃない。そこに愛はあるのかい。え、もう一回見よっか。そこに愛があるのかい。じゃーんってやつだよ。なんかいいことあったのかな。そこに愛はあるのかい。そこに愛はあるのかい。なんちゃってなんちゃってなんちゃって次かほちゃん。かほちゃんは同情するなら壁をくれるな。だから私は悪いことでも何でもやってお母さんの命を助けるんだ。悪いことでも何でもやってお母さんの命を助けるんだ。お前なんかに何がわかる。同情するならお金ちょうだい。同情するなら金をくれ。同情するなら金をくれ。これはどういう台本。貧乏で困っている子が人が助けようとしてくれるんだけど大した助けじゃないわけだからそんなに同情するぐらいだったらお金をくれって叫ぶ。いきますよ。3、2、1、9。でも同情するならお金ちょうだい。同情するなら金をくれ。じゃあママが言ってママが言って顔がこう口だけ。いいじゃん。いいよ。3、2、1。どうぞ、ちょっと金をくれ。はい、ちょっと全然じゃん。いや、もう言っちゃった方がいいでしょ。どうぞ、するなら金をくれ。若くなった。オッケー。せいちゃんには101回目のプロポーズに挑戦してもらいましょうね。僕は死にません。僕は死にません。バイ。I'm out. I'm out. じゃあパパにやってもらおう。お願いします。いやいやこれは無理でしょう。どこに知りません。どこに知りません。パパやってみせてよ。僕は死にません。死にません。死にません。